気読んでいるぞ。参りましょう。相手はマノ。さあどういう戦い方をしてくる方なんでしょうか。めっちゃきらびやかなマノですね。ははははは。開幕昇竜間に合わないってことありますか。やったー、やばい。昇竜拳危ない、はい、はっ飛んでくるな。これ待った方が良さそうですね、その人相手にはね。さあどうしよっかね。すいませんでした、許された。いや飛んでくるでしょ昇竜拳。いやこれは危ねえ。でかい。妥協せずに行こうか。よーし、これぴったりぐらいだじゃないかな。 S2 で S2 新発祥ですね。でとどめさせていく。さあ第2ラウンド。うわーマイステ。なるほどね、危ねえ。あっ痛い、全然届かなかった。これどうしよっかな。こういうこともやっちゃう。ダメダメらしい。昇竜拳投げる。おっでかい。あっいやー届かねえか。さあレベル5はやばいぞ。ふっうわーやっちゃった。いやーリスクした。ギャーミスった。今下今日繋がんなかった。まあまあ過ぎたことはしょうがない、このミスだけど。さあファイナルラウンド長い。昇竜拳中段行こう。下段かなこの人には。なはい、さすがに中足逆角間違えたけど、まあこれはまあしょうがない。レベル5の駒投げは痛いです。終わってくれよ頼むよ。知恵だから大丈夫だと信じてます。くれー笑うよー、危ないよー。めちゃくちゃ飛ばれるからかなりペース乱されたな。まあなんとか勝てましたね。多分次からも飛んでくると思うからちょっと待ち気味で行った方が良さそうかな。さあここからどうしましょうかって言っても基本待ち気味で、弾は少なめで投げる投げる。いやーダメなんだ。まあ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 、まあ、おいしい。バックステップだね、はい、おいしい。終わんないけどここで終わるんじゃないかな。よーし、有利フレですからね弱波衝撃は。相手がパンチしてる時はね。さあ第2ラウンド長い。あーまあでもこれ多分届かねえだろうな、はい、長いぞーザイゴス。 うまい。昇竜拳呼んでいるぞー。おい減ってます。これ以上の暴れは許しませんよ。よしよしよし、うまいこと様子見できましたね。まあ、特にラッシュ、絡めるとね、結構相手の S アバ、特にマドンは S じゃん、OD 無敵がない分ね、暴れをかなり釣りやすいのかなっていうイメージはありますね。危なかった。最初ほんとかなりペース乱されましたけれども、後半はね、ちゃんと対応できたのかなっていうところでした。やっぱり弾の打ち方が非常に難しいですね。めっちゃ飛んでくる相手とかもやっぱりいるからね、相手に合わせて球の打ち方とか切り替えないといけない、そんな試合だったと、思います。というわけで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様この試合はどう評価するでしょうか。コメントいただけると大変助かります。そしてチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。ラッシュからの様子見大事だね。でも回し向かうネットローラー